ちょっと衝撃ですね、これね。野生の、本物の野生の鳥。おそらくこれヒヨドリだと思うんですけど、とてつもないね、野生の鳥ですね、これね。おそらくヒヨドリだと思うんですけど、とてつもない野生の鳥。おそらくね、放射能があるんだけど、放射能、大丈夫か、こいつら。これね、ちょっと見づらいんだけど、右奥の方ね、間違いなく野生の本物のヒヨドリだね。ああ、放射能で被爆してんじゃないか、おい。大丈夫か、ヒヨドリ。ほらほら、こっち行ったら、ほら、ねえ、大きい大きいあれ、猫か、あれ、カラスだよ。恐ろしいな、あれ、悪魔のカラスだ、あれ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。ほら、カラスの生態だな。ちょっと追いかけてみるか、あれ。どうしようもねえな、カラスだけは。ちょっとやっつけてるカラス。ふざけるな。もうやっつけたらカラス。もうぶっ潰すわ、カラス。ぶっ潰したらこいつら。ボケどもが。いかがにしろよ、クソカラスが。すいません、冗談なんでね。まあ、カラスもね、人間を攻撃してくる可能性があるんで、とりあえずちょっと軽くね、やっつけときましたけど。